本日のメインイベント IWGP ジュニアタッグ選手権試合、青コーナーよりチャレンジャーチームプリンス・デイビッド、田口龍介、アポロ5号の入場です。赤コーナーより第23代チャンピオンチーム TNA、 アレックス・シェリー、クリス・セイビン、モーターシティ・マシンガンズの入場です。チャンピオンベルトの返還です。本日のメインイベント IWGP ジュニアタッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーチーム、178センチ、90キロ、プリンス・デイビッド。赤コーナー91キロ、田口龍介。赤コーナーチャンピオンチーム TNA、 175センチ、90キロ、アレックス・シェイリー。クリス・セイビン。Yeah!
Ah!
you
分34秒エビ固めでプリンス・デイビッド選手の勝ちです。勝利いたしましたプリンス・デイビッド田口隆介組に J スポーツブロードキャスティング佐藤正彦様より勝利者カップが贈られます。IWGP 実行委員会竹原正彦様より IWGP ジュニアタッグチャンピオンベルトの贈呈です。本日のメインイベント IWGP ジュニアタッグ選手権試合は新チャンピオンチーム誕生プリンス・デイビッド田口隆介アポロ5号の勝利です。We are Apollo Go Go. IWGP Junior Champion です。新日本一番。